はい、追加なんですが、前髪の方をちょっとこう流れるように、スタイリングをしたいんですけれども、ここをスタイリングするときにスプレーって直接こうかけるとここに結構ガスが回るじゃないですか。それを吸っちゃうのちょっと僕嫌なんで、そういう時にどうすればいいかっていうやり方をちょっとやります。ドライヤーをバックに冷風をですねかけながらスプレーをやっていくと、お客さんの顔の方にスプレーがいかないのと、束感が出ながらスプレーをかけれるので結構いいと思います。弱風でいいと思います。弱風の冷風をかけながら、スプレーをかけていきます。で、このような感じでスプレーを縦にかけていきます。そうすれば顔周りにこうスプレーのガスっていうか飛ばないので、結構これは使えます。で、艶出しスプレーでも全然使えるんで、艶出しの時もそうやってますし、結構ドライヤーの風で飛ばしますね。このように冷風で当てながらこれを軽く縦に振ります。そういう感じでやるとなんかあんまりこうガスとか吸いたくないじゃないですか。そういう時に結構いいです。